送ったる母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。皆さんこんにちは、中見ゆきです。かっちゃんです。今回もよろしくお願いします。そして気になるゲストね、もうあら可愛い女性、そして可愛いお嬢ちゃんがいらっしゃる、どういうことって多分思われてるかもしれません。はい、じゃあ自己紹介していただきましょう。はい、花耳サロンの植次花子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてお嬢ちゃんの上杉とわです。とわちゃん。とわちゃん。恥ずかしいね、今のね。はい。まあ今日はかっちゃん、そんなに素敵なお友達がいると思わなくてびっくりしちゃいましたよ、かっちゃん。はい、いや私、だからとわちゃんは6年前に初めて会ったんや。うん、2歳の時に。うんうん、ね、それもね、まあ、大きな展示会の展示会場で初めて会ったのに、ダーッと走ってきてね、かっちゃんって言って、で抱きつくなよ。初対面で、うん、えっと思うよね、それ。思いますよ。 どこに子供作ったかな。いやいや、だから周りの人はみんなね、もう隠し子かなと思ったぐらい。うん、うん、普通ありえないもんですよね。うん、そしたらね、はい、お母さんが ね、うん、ね、もう物心つく前から私の著書を見せて、うん、はい、この人がかっちゃんよ、かっちゃんよってずっと教えてきたっていうのよね。あ、もう花子さん、そうそうそう、もうかっちゃんの本読んでくださってて、はい、うん、ずっと読んでました。写真載ってますもんね。ちょっとね、はい、まあ、たまたまね、体調悪くなって6年前にご連絡いただいて、うん、まあ、久々にこう再会したんですけどね。うん、で今日もね、これ多分2年ぶりぐらいよ、とわちゃん会うの、うん、ねえ。それでも今日もね、かっちゃん来たら嬉しそうに、とわちゃんねえ、かっちゃん好き、ね、よかったですね。で今日は、ね、はい、ご案内で、はい、ママハピエキスポ、はい、はい、うん、あ、こちら今日お持ちいただきました、こちらです。はい、はい、何かイベントがあるんですか。はい、そうです。甲子園のララポートさんに行って、2月25日10時から4時までなんですけれども、うん、働くママを応援ということで、関西のいろんな、働きながらいろんなお仕事をされているママさんの集まりみたいな大きなイベントがあるんです、うん、はいはい、ママハピっていうのは私も言葉は聞いたことあるんですけど、そうです、関西では初めて。そうなんです、初の関西イベントで、ね、ちょっと力入って盛り上がってます、うん、はい、ね、やっぱり働くお母さんを盛り上げていこうっていう動きは本当全国的に盛り上がってると思うんですけども、そんな中、はい、関西でも初めてこれがね、開催されるということで、内容的にはどんな感じになるんですかね。ですね、内容的にはいろんなブースさん、はい、企業ブースさんもあるんですけれども、うんうん、ほとんどが、働くママが何かをされている、うん、アクセサリーを作っていたり、はい、なんていうんですかね、そのお子様と一緒に何かできる体験のブースを設けてくださっていたり、はい、私みたいにこのお母さんがちょっと楽になるような施術のコーナーがあったりとか、うん、そんな感じになっています。そうなんですね、はい、じゃあもう働くママさんたちはもちろん、まあ、それ以外の方もね、興味持って来ていただけるようなイベント内容になっている感じなので、はい、はい、日にちもう一回ご紹介していただいて、はい、2月25日水曜日10時から4時までになっております。はい、いますかね、はいはい、場所が、ララポート甲子園ですね。はい、そうです。はい、ということで、まあ、西宮の方にあるところなんですけれどもね、ショッピングセンターになってるんで、お買い物ついでにね、皆さんお立ち寄りいただいたらお楽しみいただけるかと思うんですけれども、はい、はい、それともう一つね、これ3月1日、はい、ね、これまたね、新食体って書いてるね、はい、うん、ね、私が言ってる新食体の調和、そう、本当にそうです。このイベント自体がもう本当にかっちゃんがいつもおっしゃってくださってるように、うん、中から、温ましてきれいに輝くといって、冷え取りのイベントになってます。もう冷え取りをメインにしたことばかり集まってる、イベントが3月1日に、これは、西宮北口のなでしこホールで3月1日日曜日10時4時でやっておりますので、はい、そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。はい、はい、ね、普段からかっちゃんがね、ラジオの番組でいつもおっしゃっていただいてるのと、はい、本当にそうです。はい、はい、でまたね、今週もね、もうたくさんまたおはがきいただいて嬉しいよね。はい、もうこれ50枚以上あるよね。すごい量
ですよね、本当に。リスナーの皆様どうもありがとうございます。はい、ラジオの番組の方でもですね、あの花子さんにお越しいただきましてお話ししていただいております。毎週水曜日夕方5時45分ラジオ大阪 OBC ダイヤルは1314に合わせてください。またそちらの方もお楽しみくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。花子さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。とわちゃん、ありがとう。とわちゃん、ありがとうございました。また来てね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。